引き続きマイクロソフトのお三方と小倉さんに来ていただいたんですけども、最後の相談をお願いします。はい、情報の取り方がわからないというものです。まあ、具体的にはコロナ禍なので人と会うのが難しくなってしまって、対面でお話を聞くのが難しいっていうのと、ネットには情報がいくらでもあるんですけど、どれが正しくてどういうものから取ったらいいのかがわからないっていうのが悩みです。ちなみに今はどういう情報の取り方とかされてるんですか、就活に関して。マイナビ、リクナビとかという有名なところなら大丈夫じゃないかなっていうので、とりあえず登録して、でも最近とか毎日1日100件以上メールが届くみたいな状況なので、もう見るのも疲れちゃうみたいな、私の経験で言うと、私は結構向こうからバーってくるのは全部シャットアウトしちゃって、もう自分で興味のある会社だけ自分でこう調べて、説明会があるときは説明会に行ったりっていうことをやってました。ネットで例えばマイクロソフトって入れて、そうです、もう自分の興味のある会社だけピックアップをして、で、まあ、そこで何ができるのかとかっていうのを調べた上で、そこに勤めている人にコンタクトを取らせてもらったりして、自分で自己 PR と志望動機を持っていって、こういうふうなことを思ってるんですけど、こういうことができますかっていう話を聞いたりしてました。でその人だけじゃなくって、その人からこうつなげていただいて、だいたい1社につき5人ぐらいですね、合わせてもらって、でそこで自分の中での会社に対するイメージと自分がやりたいことをお伝えして、そこで体とうちは違うかなとか、うちでもこういうことができるよっていうのを、まあ、普通の社員の方に教えていただくっていうのをやっていましたね。1社あたり5人ってすごいっす。1社あたり、そうですね、5人は最低聞いてて、じゃないと分かんないかなと思って、みんなバラバラなことを言うので、5人ぐらい見ると大体その人たちに共通することだったりとか、どういう会社なのかなっていうのはある程度見えてくるかなと思ったので。OB 訪問とかって今どんな感じでされてるんですか。例えばサークルで仲良かった先輩で、その方が行った会社のことを聞いたりっていうのは、でも 3,4 人とかしか、なかなか対面でお会いしてくださいってお願いするのも気が引けてしまって、今だと、まあ、対面は難しいと思うんですけど、せっかく Zoom とか LINE 電話とか、もう本当にいろんなツールがあると思うので、30分でもいいのでオンラインでお話しさせていただけませんかっていう形でお願いさせていただいて、事前にイースとか自己 PR のワードとかを送っておいて、それをベースに、私はこういうことを考えてるんですけど、御社だとどういうふうに取り組めますかねとか、どういう制度ありますかっていうふうな質問をするだけでイメージがつかめるんじゃないのかなと。その中で例えば ES の正しい書き方がわからないとか、あと二次面接以降のグルディスどうやって乗り越えていったらいいかわからないとかも結構問題としてはあったので、本当にたくさんの方とお話しさせてもらった中で、この方からいろいろ教えこいたいっていう方がいたので、その人にグルディスの対策とか ES の添削みたいのを本当1ヶ月ぐらいにわたってやっていただいてっていう、もう最後は、はい、自分でこの人から聞いたことを信じて、それをベースに進めていくっていう感じで。僕がしてたのは、まずまあアクティブに取りに行くっていうのは前提としてはありましたと。で、まあ、基本的にその世の中の流れを知るっていう意味では、僕ニュースピックスであったりとか日経新聞であったりとか、その辺は1日のね15分ぐらい当ててザラーって見るっていうのはしてました。で、じゃあ行きたい会社が出てきましたとかってなった時は、まずは僕さらっとウェブ上で調べます。 SWOT っていう Strengths, Weakness, Opportunity, Threats っていうこの4つがあるんですけど、この4つでその会社の強みなんだろうとか、この会社の Weakness なんだろう、この会社の機会っていうか、これが伸びるところなんだろうとか、逆にこの会社なんか競合であったりとか、それってなんだろうとかっていうのを調べた上で、まあ、それを埋めるんですよ、自分のウェブ上で調べた自分の知識で。でそれを僕は同じように OB 訪問するんですけど、普通にこの会社ってどんな会社ですかって聞いた時に、僕はなんか失礼かなと思ってるんですよ。そこは確かめる場にしたいなと思ってて、自分なりに SWOT っていうのに当てはめて会社分析してみたんですけど、まあ、合ってる情報とかありますかとか、追加情報で何かこうウェブに落ちてない情報とかもあったりするんで、そういうのを教えてくれませんかっていう OB 訪問の仕方すると、綺麗にロジック立ててその会社の情報が分かるんで、あとは自分の強みをその会社のやりたいことにぶつけるだけなんですよ。例えばマイクロソフトだったら、ウィークネスであればモバイルは多分そんなに強くないっていうの分かると思うんですけど、じゃあ次今何力入れようとしてるのかなっていうと、 Azure っていうクラウドサービスなんですよ。じゃあそこの部分に対して僕は何ができるんだろうっていうのを考えて、自分の強みをそこにこう合わせにいくような感じですね。そうするとこうロジカルだってすごく具体的じゃないですか。あなたの会社こういうことで伸ばそうとしてますよねと。で僕自身その経験を積んできたっていうのもあるんで、僕を入れてもらえば
ればすごい役に立ちますよっていう言い方をすればもうすごい想像つくんですよ。この人入ればおそらくこういう風に伸ばしてくれるんじゃないかなって。 OB 訪問するのが目的になっちゃってる人がいっぱいいるんで、じゃなくて本当にその会社は相当の中でどういう情報を持ってるんだろうっていうのをこう確かめに行くっていうのが僕は OB 訪問で正しい情報の取り方かなと思ってるんで、うん。私は補足的にね、3つのポイントだけお話をさせていただきたいなというふうに思います。まず1つ目のポイントなんですけれども、まず自分の軸があって行きたいっていうのがあるんだけど、まだまだそれは仮説レベルだよっていうの、それ1点目です。まずはご自分のやりたいこと、好きなこと、得意なことを定めて、生きがいフレームワークをちゃんと理解して、興味のある業種、業務の縦と横のマトリックスを埋めて、自分はここに興味があるんじゃないかなっていうのを自分の中で確立させるってことが、まあ第一歩目ですよね。そうしないとどんどん情報が来たとしても錯乱されてしまう。ただこの時点ではですね、マトリックス上の中でここに行きたいって思ってるものってまだ仮説なんですよね。でこれは入った後に違ったってよくあるじゃないですか。これは仮説しかやってない人の失敗パターンなんですよ。そこさえもちゃんと理解してるかってことなんですよ。その仮説っていうのを検証するプロセス、だから OB 訪問っていうのがすごく重要になるんですね。2点目なんですけども、どうやって具体的に職種のボックスのところの人に会えるかっていうことなんですよね。一番簡単な方法っていうのは、実は旬ダイアリーの動画を見てもいいですし、いろんな動画でその業界の人でもう名前と会社名と部署名を出してる人いるじゃないですか、世の中で。その人たちって基本的に出たがり屋です。特に YouTube 出てる人っていうのはそういうのがノーって言わない人なんですよ、一般的に。なんで Facebook とか Twitter とかでいくらでも検索してももう分かる時代ですよね今。なんでもうピンポイントでその人に声をかけて、その人たちが気持ちいい最初のね自己紹介文を書いて、15分間だけでもいいのでお時間をいただくということが、まあ、まず一番近道なんじゃないかなというふうに思います。で2つ目があるんですけども、リンクトインです。リンクトインってですね、世界中で8億ぐらいの名刺データが眠ってるんですよ。しかも実名登録が原則じゃないですか。そこがツイッターとかと結構違うところで、リンクトインでしたら日本人でも世界中で活躍している人、この国のこういう会社っていうので検索できるようになってるんですよ、リンクトインって。それこそ OB 訪問したいときにマイクロソフトだったらマイクロソフト日本って調べたらもうドーンって出てくるんですよ。でそこでランダムにもう同じこうね文章を作って名前だけ書いてこう送りまくるの、大体 2,3 割ぐらいですかね返ってくるのは。リンクトインを活用するっていう方法が、それが2つ目ですね。3つ目、これがもうタイムリーな話なんですけども、クラブハウスです。クラブハウスに入ると話したくてうずうずしている大人がいっぱい散らばってます。クラブハウスに入ってる大人ってやっぱり先進的なことをしたい人の集まりなんで、彼らはオープンですし話しやすいかなというふうに思いますね。なんで今はそういったクラブハウスはタイミング的には最高な時かなと思います。なんで私からオンラインで顔を出してる人っていうのはもうすごく話してくれる可能性が高いよっていうことと、2つ目はリンクトインとかフェイスブックとかそういった SNS ですよね。そして最後がまあクラブハウスというのが実際の見つけ方という分野の2つ目ですね。最後は OB 訪問するときにどういうことに気をつければいいかなっていうのをいくつかお伝えして終わりにしたいなと思います。まずなんですけども、 OB 訪問をしたときにですね、必ずそれとなくその人の生きがいフレームワークを聞き取ってください。なぜかというとですね、 OB 訪問した大人の方ってその人の価値観で話し始めます。 OB 訪問慣れてない学生さんは鵜呑みにしちゃうんですよ、その人の話してることを全部。その生きがいフレームワークをそれとなく聞いていくうちに、同じ生きがいの人だっていう人の話を聞くようにしてください。で2つ目がですね、自分がやりたいことってこう話すじゃないですか。でその時にぜひ聞いていただきたいことがあるんですけども、私こういうことを実際にやりたいと思ってるんですけども、他にできそうな手段とか方法ってあると思いますかっていうふうに聞いてみたらいいと思います。皆さんまだまだ情報とかがあんまりないので、これをやりたいと思ったらこれしかないんじゃないかって思ってることが多いんですよ。いろんなハウがあるということをですね、大人の人は知っているので、思い込みにならないようにハウを聞いていただくのは一つのアイデアとしていいかなと思います。他の手段もあるっていう視点はなかなか就活生だと持ちにくいと思うんですが、聞くっていうのは大事ですね。自分が思ってない答えが返ってくるかもしれないですもんね。そうですね、はい。その時に紹介していただくといいですよね。そうすると次につながるので成功率は高いですね、紹介していただくというのは。で、最後が競合他社の話をよく聞いてください。これは面接の時とかにもすごく役立ちますし、あるいは自分が知らなかったことを教えてくれます。なんで、ちなみに御社の中でここには負
けたくないと思う会社とか、業界の中でもここってすごいなって思う会社とかってありますかって聞いてみるんです。そうすると意外といろんなことを教えていただいたりして、その中でも全ての会社って完璧じゃないじゃないですか。各社絶対いいところがあるんですよね。なんでそういったところを教えてもらえるっていうことがありますし、そこで得た情報っていうのがまさしく面接の時とか ES に書く時の生の情報として非常に使えますし、あるいはそこで聞いたことによって、え、あそこの会社って知らなかったけれどもそんな強みがあったんだとかですね、そういったことを聞けるんじゃないかなというふうに思います。マイクロソフトのここがいいっていうのを年に1回10万円分ぐらいベネフィットポイントですね、うん、女性として働くのはすごく安心な会社だなと。アメリカでも中国でもどこでも行きたい放題です。これ入社したくなりますね。もうやばいやばいね。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。